校内、細川ガラシャにちなんだ、駅名標駅前い津田口駅は、熊本県熊本市北区黒上7丁目にある、九州旅客鉄道法被本線の駅である。木造駅舎と島式ホーム一面二線を有する、地上駅。互いのホームは、校内踏切で連絡している。国鉄時代末期には、当駅折り返しの列車も、設定されていた。 JR 九州鉄道営業が駅業務を行う業務委託駅でマルスはないがポス端末が設置されている。2015年度までは熊本市統計所による2016年度分からは JR 九州のサイトで公表されている乗車人員数データに基づく。2019年度の1日平均乗車人員は732人である。周辺は 白川と立田山に挟まれた狭い土地であるが、山に沿うように住宅街が広がっている。立田口駅前駅名と異なり、立田である。バス停は、駅前と駅構内の2カ所ある。以下の路線は、駅構内から発車する。駅構内バス停には、桜町 BT 発あたり駅止めの路線が停車する。2008年4月1日に、熊本市営バスの楠の木乗船線が、 上記の2社に移常されたため、現在は上記の2社で運行している。ありがとうございます。